サンンアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はトマトの梅雨が明けたらやるべきお世話についてやっていきたいと思います。簡単にこちらのトマトをおさらいしますと、品種は金子種苗の中玉トマト、レッドオーレです。苗を植えたのは4月の下旬で、上間が110センチ、株間が50センチで、 支柱を合掌にして植えています。トマトはどうしても、梅雨時に疫病という病気が出やすいです。疫病は窒素分が多いと発生しやすいです。私たちは化学農薬を使わないので、疫病対策として、いわゆる元声を入れずに、かくら石灰の絵巻いています。大玉トマトや中玉トマトの場合、 窒素分がなくなり、主計が上に伸びる力がなくなった時か、梅雨が明けてから初めて窒素分を与えます。私たちは毎年、梅雨が明けてから初めて肥料を与えるようにしています。そうすることで毎年、疫病の被害に遭わずに済んでいます。ということで、梅雨明け後のお世話として、まずは、ぼかし肥とカらクラ石灰をまいていきたいと思います。 それでは実際に追肥をしていきます。今回は、京粉ではなく、市販のぼかし火を巻いていきます。市販のぼかし火を一つまみずつ、鴨元から離れた場所に巻いていきます。 さらに、死陸サれ病対策のために、同じように貝殻石灰も巻きます。 次に、こちらを見ていただきたいんですが、すでに主形の成長点が支柱の上まで来ています。主形が支柱に誘引できなくなったら、摘心します。こちらが主形で、こちらは脇芽になります。この主形の最後の株を、の先、葉を一枚残して、摘心します。 必ず、花房の先は葉を一枚残してから摘芯するようにしてください。また、このように、中玉トマトやミニトマトの場合、主系の中段以降、脇芽をある程度伸ばすことにより収穫量を増やすことができます。大玉トマトの場合、脇芽を伸ばし、そこに実がつくと数は増えますが小さくなってしまいます。 ただ、中玉トマトやミニトマトの場合、家庭菜園などでは、このように脇芽を伸ばすことで、多少大きさは小さくなるかもしれませんが、収穫量が増えます。少しでも数多く収穫したい方は、このように脇芽を伸ばしてみてください。ただ、脇芽を伸ばす場合も、隣の株とぶつかって、風通しや日当たりが悪くなるようでしたら、 花剖の先、葉を一枚残して摘心してください。次にあるお世話として、下葉けがあります。下葉けに関しては、以前にもお話し,しましたが、やることにより、風通しや日当たりが良くなり、病害虫が出にくくなります。身が赤くなり、 収穫が始まったら、実がついている花房の下の葉すべてを切っていきます。特に下の段は、泥ハねによる病気の感染もあるので、必ずやるようにしてください。ただ、梅雨明け後は晴れの日が多く、強い日差しがトマトに当たります。本来トマトは日当たりがいい方がいいですが、直射日光が当たりすぎると、今度は、 トマトが傷んでしまいます。ですので、梅雨が明けたら今度は、下葉かきは急いでやりすぎないようにしてください。次に、こちらを見ていただきたいんですが、このようにトマトに穴が開いています。これは、大タバコ科の幼虫による食害です。 大タバコ側はこのように実を食べたり茎を舐めたりします。梅雨が明けると大タバコ側やヨトウムシが増えてきます。農薬を使わない場合、他の果実に広がらないように早め早めに取り除くようにしてください。今回はトマトの 梅雨が明けたらやるべきお世話についてやってきました。路地でトマトを栽培する場合、梅雨時をどう乗り切るかがとても重要です。梅雨時に多発する液病は、梅雨が明ければ収まります。ですので私たちの場合、このタイミングで初めて追肥をします。この後は生育状況を見ながら、2週間から4週間に1回追肥をしてみてください。 その場合、かもとではなく、ねの方や通路に巻くようにしてください。また同じタイミングで、カルシウム不足によるシルクサル病が出ないように、貝殻石灰など石灰も巻くようにしてください。その他、主形の適心や舌ばかきは適時やるようにしてください。ただ舌ばかきは、やりすぎると強い日差しで身が傷んでしまうので、 やりすぎにはご注意ください。そして梅雨が明けると疫病は減りますが、今度は大タバコが増えてきます。広がる前に早め早めに見つけ取り除くようにしてください。 ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にもお答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。